みみ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 、群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年8月14日です。お久しぶりです。お元気ですか？暑いですね。私は、昨日迎え盆でお寺に行ってきました。そしたらね、お寺の境内にね、こんな穴が開いてるんですよ。無数に穴が開いてるんです。小さな親指姫が出てきたのかなっていうような大きさの穴ですね。親指姫だったら通れるかなって。だからね、小人が住んでいるのかしら、そう思ってね、iPhone を取り出してビデオを撮りました。まあこのカメラの動かし方難しいですね。ちょっとやっぱりじっくり撮ったつもりが早いんですね、動きが。今度ね、学問道場のお友達のね、泉さん、カメラマンなんですけど、ちょっと教わろうかなと思ってます。教えてください、泉さん。でこの穴は何かしら、皆さんお分かりになります？実はセミの抜け出た穴だったみたいです。このね、アジサイの裏に無数にセミの抜け殻がありました。すごい、こんなん初めて見たね。こんな穴見たことないでしょ、皆さん。あります？こんな大人になってこんなものが見られるとは思いませんでしたね。え、綺麗でしょう。綺麗に丸く開いて面白い。あ、それでね、あの境内のそのいいところにこんな岩があって、赤いんですよ。ちょっと最近さ、この岩が巨人の死骸のね、肉塊が石化したものじゃないかっていう説があるでしょ。なんかそう思ってね、うろうろしてると見つかるんですね。このお寺はだって何回も来てるのに気がつかなかった。こんな赤い岩があったなんて、ちょっとそれっぽいですよね。肉肉しい感じですよね。それでね、今年は親戚でアラボンのお家があって、亡くなったんですね、親戚の方。なんでね、もう一軒お寺に回ってきました。お線香だけあげようっていうんで。そしたらね、そこにもね、石があってね、これはなんか木の、残骸みたいな感じですよね。この繊維の感じが、立ってる感じがね。そんなことでですね、本当は7月3日群馬にエンドゥさんをお呼びした、群馬マッドフラットミーティングの、感想というか振り返りというか、そういうのをビデオを作ろうかな、動画を作りたいなと思ったんですけど、ちょっと余裕がなくてですね、今私ちょっとできませんでしたので、この岩の写真だけ。あ、これはね、群馬県の昭和庁舎、旧県庁舎ですね、にあーちゃんです。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。